よし。はい、皆さんこんにちは、オースンタンです。前ルーちゃんが動画でなんか日本人のことを付き合ってきてカルチャーショック受けたこととかなんかいろいろ言ってたんですけど、今回はルーちゃんが、家にいないということでリベンジしたいと思います。私が、ルーちゃんに対して、感じたことを、ぶつけてやりたいと思います。1番、あまり料理をしない。まあルーちゃんと付き合って、まあ、ルーちゃんが本当料理しねえなと思って、ルーちゃんになんで料理しないのって聞いたんですけど、いやまあ台湾自体、まあその外食文化が結構盛んで、しかも安いっていうことを聞いて、あ、俺も台湾行った時に、あ、確かになって思ったんですよ。まあそのせいか、まあ ルーちゃんは料理ができない感じになっちゃったのかなって思います。まあ、日本ではまあほとんどの人が料理女の人できるってイメージをまあ植え付けられちゃってるんですけど、テレビの中で、テレビの中でもまあいろいろドラマとかで亭主関白ってのがあって、その亭主関白って意味が、まああのほとんど男の人は家事しないで、女の人がその主婦、専業主婦になって、ほとんどの家事をするっていうのがあるんですけど、まあルーちゃんに対しては結構当てはまらないんで、そこはかなりのカルチャーショックを受けたなと思います。俺が結構料理できる方なんですけど、ルーちゃん全然できないんで、まあルーちゃんのこと心配になって、まあ特に日本って揚げ物が多いじゃないですか。揚げ物結構そのコンビニとかで唐揚げ棒とかいっぱい売ってるの見て、まあ自分も買いたくなっちゃうんですけど、まあそういうの見て、まあ日本の食文化ってやっぱ脂っこいんで、自分はルーちゃんにこのもやしのね、ニンニク醤油炒めってやつ、これを買ってあげたんですよ。でしかも自分ドンキホーテでもやしと豚肉買って、ルーちゃんに作ってっつって作らせたんですよ。ただまあルーちゃんちゃんと作れて、まあ、ちゃんと美味しかったんで、まあ、個人的にはね、まあ、こういうのを使ってどんどん自炊していって、まあ素敵な女性になってほしいなって思います。2番、まあ帽子と、T シャツと短パンとスニーカーのセットが多い。で実際自分が台湾行って感じたことなんですけど、とにかくそのセットの女の子をすごい見かけましたね。でルーちゃんと自分が最初に会った時もルーちゃんそのセットだったんですよ。こんな感じなんですけど、で実際自分が今まで見てきた大学生の時の、女の子はこんな感じなんですよ。こんな感じね。なんか全然違うなっていうイメージがあって、でなんでルーちゃん全然違うのかなって思ったら、まあテレビであの TWICE、 TT の TWICE 見てると、あ、 TWICE もなんか短パン多いなみたいな、あ、こういう文化の違いがあるんだとちょっと感じました。まあ、ルーちゃんはどんどん日本に来て、まあ、日本に結構染まっていくっていうか結構スカートが多めになってきたんですけど、個人的には結構その台湾スタイル、まあ、勝手に台湾スタイルと思ってるんですけど、台湾スタイル結構好きで、まあ、ルーちゃんにはもう一回来てほしいなって心の中では思ってます。 3. ブランド品をあまり買わない。まあ、ルーちゃん特にブランド品全然興味ないんですよ。なんでプレゼントで、まあ、自分が、まあ、ルーちゃん全然ブランド持ってないから、まあ、わざとブランド品渡したりして、まあ、ルーちゃんにちょっと大人の女性のイメージをつかせようかなと思ってるんですけど、まあ本当に興味がない私が今まで付き合ってきたその日本人の女性はほとんどブランド品大好きで、デパートとか行って結構ブランド品見に行ったりしてたんですよ。でも本当にルーちゃんとはそれがなくて、逆にまあ心配でもあり、ちょっと嬉しかったり、まあ、お金かかんないからねって思ったりちょっとしてたのはありますね。しかもルーちゃんはなんかブランド品っていうよりも、まあ食べ物がすごい好きで、最近松屋ハマってるみたいですね。あとルーちゃんの秘密を一つだけ教えます。ルーちゃん本当味音痴なんですよ。味音痴っていうのはその食べたものの美味しさが分かってないのか分かんないですけど、なんか高いもん食っても安いもん食っても同じ味になっちゃうみたいです。つうかルーちゃん食べ物好きなのに味音痴ってどういうことやねん今の、
食事が大好きな、いっぱい食べるルーちゃんで、ずっといてほしいと思います。4、何でもズバズバ言う。いやこれは本当にね、ルーちゃんだけかは分かんないですけど、めちゃめちゃズバズバ言ってくるんですよ、何でもかんでも。いやなんか心に刺さるような、グスグスグスって刺さるような言葉をね、めちゃめちゃ言ってくるんですよ、ルーちゃん。でまあ自分日本人なんで、そんなあまりズバズバ言うタイプではなくて、まあそこ我慢して我慢して我慢して、結構ストレス溜まっちゃうってことは結構あるんですよね。まあこれは本当に日本と台湾の文化の違いっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ日本では特にそのみんな同じでちょっと違ったりしたらいじめられちゃったりとか、そういうのは結構小学生とか中学生とかよくあるんですよ。なんでお前これ違うんだよみたいな、なんで結構いじめられることが多くて、やっぱそこは日本と台湾の文化の違いって部分もあるのかなって少し思いますね。例えば忖度っていう言葉、最近日本、まあ最近じゃないけど去年ぐらいの、まあ、忖度って意味も、まあ、相手の心を重んじてあえて言わないとか、相手の気持ちを考える、まあ、日本ではそういう感じをすごい重視してるんですよね。まあ、特に台湾が重視してないって言ってるわけじゃないんですけど、国によってねすごいコミュニケーションの取り方が、まあ、違うんじゃないかなと思いますね。まあ日本はまあ相手の気持ちを最優先にしてコミュニケーション取るんですけど、まあ、台湾はまあ本当にお互い言い合って本当にディスカッションをして、まあ、コミュニケーション取っていくのかなっていう。まあでもルーちゃんと話してて、まあでも逆にすごいなんか羨ましく思う時ありますね。まあ、なんでかっていうこう言うと、まあ、スピーチとかするとき何でもズバズバ言う方がいいじゃないですか。ディスカッションとかでも、まあ、やっぱり相手のことを重んじて何も言わないよりかは、まあ、こういうふうに日本人と台湾人女性っていうことで、まあ、そのルーちゃんはすごい言うけど俺は我慢するっていう関係だったんですけど、最初は俺も、まあ、最近はすごいズバズバ言うようになって、お互いに、コミュニケーション取るようになってると思います。ルーちゃんも結構俺のことの気持ちを考えてくれて、結構関係は良好に、なってます。まあ、あとね最後に、まあ日本人男性、もし見てくれてる人がいましたら、すごい日本、台湾の、女性はズバズバ言ってくるんで、強く頑張りましょう、頑張りましょう。まだ、いろいろあるんですけど、今回は、この辺で、終わりたいと思います。まあもちろんね、台湾人の方が、みんなこの紹介した通りだとは、思ってないんですけど、まあ一つの例として皆さん見ていただければと思います。まああとね、やっぱり一番大切なのは、相手とのコミュニケーションを、しっかり取ることだと思います、ね、その日本と台湾のどっちの要素も取り入れた方が、個人的にはうまくいくかなって思ってます。はい、それでは皆さん、私たちの動画、私たちが私の動画を見てくれてありがとうございます。これからもこういう動画たくさん撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 See you next time! バイバイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。